こんにちは、動画ファンの成田です。今回は私も愛用する動画編集ソフトフィモーラの新しいバージョンがリリースされ、新機能も追加されているようですので、そちらをご案内いたします。フィモーラは非常に感覚的に使える動画編集ソフトとして非常に人気のあるソフトだと思います。私も愛用しているんですけれども、このフィモーラ新しいバージョンがリリースされ、新機能が追加されたようです。今回はその新機能を重点的にご案内をしてまいりたいと思います。基本的な使い方というのはこれまでと特に大きな違いはございません。基本的な使い方につきましては以前解説をさせていただいております。動画編集ソフトフィモーラ簡単編集や詳しい動画編集のやり方ということで、こちらの方に解説を出させていただいております。動画解説も出させていただいておりますので、この動画の右上のアイマークもしくは説明欄から、こちらの解説ページリンクが飛べるようになっておりますので、基本的な使用方法はこちらを参考に行ってみてください。今回は新機能に重点を置いて解説をしていきたいと思います。まずは新しい新バージョンを入手していきたいと思います。私はすでに旧バージョンパソコンに入っているんですけれども、まずは新バージョンをインストールしていきましょう。同じく画面この動画の画面の右上のアイマークもしくは説明欄からこちらの解説ページ開くことができます。フィモーラの入手先のリンクがございますのでこちらをクリックしてみてください。こちらが新しいフィモーラ新バージョンの入手先となっております。公式ページが開きます。画面を少し下にスクロールしていただくと、ここの右上に無料体験という表示が出てきます。もうちょっと下にスクロールすると、ここに無料ダウンロードというボタンが出てきますので、どちらでも OK です。こちらをクリックしてまずは無料版をインストールしていきましょう。クリックすると左下にこのような表示が出てまいります。ダウンロードが完了しましたらこちらをクリックしてインストールを実行していきます。はい、このようなセットアップウィザードが開きます。まずはこのワンダーシェア使用許諾契約書を読み同意しました、こちらに必ずチェック入れてください。この状態でインストールをクリックします。で、私の場合はすでに入っているので上書きしてもよろしいですかという表示が出てまいります。入っていない方は、初めての方はこういった表示は出てこないかと思いますので、そのままインストールを行ってください。 OK をクリックして上書きインストールをしていきます。インストール中となっております。完了するまでしばらくお待ちください。はい、インストールが完了するとこのような表示が出てまいります。今すぐ開始、こちらをクリックすると、フィモーラソフトの方が起動いたします。ちょっとこちらをクリックして起動してみたいと思います。で、起動の前に、インターネットで別タブが開きまして、フィモーラの使い方ガイドという表示が出てまいります。で、私は Windows 版をインストールしましたので Windows 版の解説が出てるんですけれども、 Mac 版をインストールされた方は Mac 版の使い方ガイド表示されます。で、こちらにメーカーが用意してくださった非常に詳細な使い方ガイドも出ておりますので、もしわからないことなどありましたらこちらを確認していただくとよろしいかと思います。また通常フィモーラ起動するときにはこちらのアイコンをクリックして起動をさせてください。で、まずフィモーラ起動するとこのような表示が出てまいります。で、これまでは、簡単編集モードというのとこの高度編集モードというこの2種類のメニューしかなかったんですけれども、この新バージョンから超高速動画カッターというのとアクションカメラツールという、2つの機能が追加されました。
この簡単編集モードと高度編集モードにつきましては、先ほどもご案内いたしました、こちらの以前の解説で詳しく解説させていただいておりますので、こちらを参考になさってみてください。で、今回はこの新機能となります超高速動画カッターとアクションカメラツール、この2つをまずお話ししていきたいと思います。まずこの超高速動画カッター、こちらを起動してみましょう。はい、そうするとこのような表示が出てまいります。でこの超高速動画カッターというのは、画質を劣化させることなく、動画をカットすることができるみたいですね。高速で動画のカットをすることができるようです。ではまず対象となる動画を読み込んでいきましょう。それではこちらの京都旅行というスライドショーを作成したんですけれども、この動画をちょっと使ってみたいと思います。ここのプラスのところに、ファイル追加してくださいと出ておりますので、こちらへドラッグ&ドロップで追加します。対象の動画を選択してクリックしたまんまビヨンとここへ持ってきていただいて、パッと指を離していただくと、はい、そうするとこのように読み込みが開始されます。少し読み込みまでお時間がかかるようなので少しお待ちください。はい、これで読み込みが完了いたしました。で、一番簡単な方法というのが、じゃあ例えば後ろ半分をカットしたいという場合、それでは全部で6分の動画なんですけれども、それではじゃあこの辺の、2分ぐらい、2分40秒のところまで使用して、あと後ろ半分は必要ないというふうにした場合は、このようにこのマウスでこの下側のこの帯の端っこの部分ですね、この端っこの部分で矢印が切り替わるので、ここでマウスを合わせてこれで長さを調節してください。でこの選択した範囲を残して、選択しなかった部分、この部分がカット削除されます。まあ、このやり方の方が分かりやすいかとは思うのですが、この赤い線、ちょっと見えづらいかもしれないんですが、この赤い線が再生位置になるんですね。でこれをクリックするとこう再生が始まるんですけれども、このように再生をさせて、じゃあ例えばこうずっと見ていって、でやっぱりこの辺でカットしたいという場合、この赤い位置でカットしたいという場合、この下側の一番右の矢印ですね、ここにカーソルを合わせると終了時点として設定と表示が出ます。これでポンとこれをクリックしていただくと終了位置を設定することもできますので、これでも細かく設定することができます。これであとはエクスポートというのをクリックしていただきますと、このように出力先を選択して、出力フォルダ開くか開かないか設定をして OK とやっていただければ、簡単にこのカットされた動画を保存することができます。でこれが一番簡単なやり方なんですけれども、カットするときに、例えば、じゃあこの真ん中のこの部分が必要ないんだよねっていうことがあると思います。動画の途中の部分をカットしたい、頭と後ろは残しておきたいんだけど、この中間部分は必要ない、ここをカットしたいという場合、こういう場合は高度編集モードを使っていただく方が簡単だとは思いますが、こちらを使ってもカットすることは可能です。じゃあ例えばこのようにまず頭の部分で活かしたい部分を選択しますよね。これでまず
頭の部分を選択します。そしてセグメントを追加、こちらをクリックすると今度はこの後ろの部分を選択された、先ほどのこの頭の部分ではない方が表示されます。これで今度はこのいらない部分を省いて、いる部分を選択してあげます。そうするとこのちょうど中間部分がなくなるかと思います。こっからここまでとこっからここまでを選択というふうになります。いくつかある場合はこの方法でセグメントを追加をしながら増やしていってください。このように2つできました。これでエクスポートをクリックします。そうすると、このように保存先が選べますので、じゃちょっと分かりやすくデスクトップに作ってみたいと思います。デスクトップにじゃ新しいフォルダを作成して、ちょっとテストというフォルダを作って、ここへ保存したいと思います。 OK をクリックします。デスクトップのテストですね。これで OK をクリックします。そうするとこのように元のファイル名の1、2という2つの動画が作成されました。というのが結局この動画とこの動画と2つの動画が作成されたという形になるわけですね。ではこれだと2つの動画になってしまいますので、ここでこの結合というのを選択します。そうすると新しくこのような画面が表示されますので、先ほど作成したこの2つの動画、これを2つ選択してクリックしたままドラッグ&ドロップですね、プラスのマークのところに持ってきて、ピュッとドラッグ&ドロップしていただきますと、はい、このように2つの動画が追加されました。これが今、真ん中をカットした状態で結合される動画となります。順番を入れ替える場合はこのボタンでクリックしたままビヨンとこう順番を入れ替えてあげることもできるようですね。これでもう一度ではエクスポートをしてみましょう。そうすると今度名前が変わってます。マイビデオとなっておりますので、じゃあ例えば同じく京都旅行のテストというふうに名前をつけて、先ほどと同じフォルダへ保存していきたいと思います。 OK をクリックします。そうすると、はい、このように京都旅行テストという動画が作成されました。こちらの超高速動画カッターですね、こちらを使っていただきますと、動画のカット簡単にできるかと思います。ただ頭だけを残すとかお尻だけを残すとかっていう場合は非常に便利だと思うんですけれども、あと違う動画をただくっつけたいという、結合させたいという時には便利だと思いますけれども、細かく間をちょっとずつカットしていきたいといった場合は、こちらのコード編集モードを使っていただく方が便利ではないかなと思います。続いてアクションカメラツール、これは非常に新しい便利な機能だと思います。こちらを開いていきたいと思います。はい、こちらは起動させるとこのような表示がまず出てまいります。先ほどと同じように、元となる対象の動画をまず読み込んでいきます。このアクションカメラの動画をインポートしますと書いてある、こちらに、対象となる動画をドラッグ&ドロップで読み込んでいきましょう。同じくこの京都旅行、これではないですね、これではなくてこちらの動画を読み込んでいきます。ドラッグ&ドロップで読み込みをいたします。はい、読み込みが完了するとこのような表示が出てまいります。下にタイムライン表示がされます。でこれがプレビュー画面となっております。まず修復と書いてあるこちらの歯車のマークですね、こちらで何ができるかと言いますと、レンズ補正、手ブレ補正、ノイズの除去というのがあります。
こちらレンズ補正にチェックを入れていただいて、プロファイルを選択。これでこういくつかメニューがありますので、じゃあちょっと適当にこの GoPro というのを選んでみましょう。 そして解像度を選択、例えば 4K のワイドというふうにすると、このようにこうビヨンとこうなんていうんですかね、こんな感じの映像になります。でレベルを調整、これを動かしていただくと、このように右へ傾いたり左へ傾いたりといった画像になります。これはちょっと一回チェックを外します。この手ブレ補正、これは非常に便利な機能だと思います。手ブレ補正にチェックを入れていただいて、レベルを調整とやっていただきますと、再生していただくと分かると思うんですけれども、手ブレがあった場合の補正になりますので、これで再生させながらチェックしていただくとよろしいかと思います。今回は写真のスライドショーになるので、あまりつけてしまうと逆にこうブルブル震えてしまって見づらくなってしまいますので、手ブレ補正はチェックを外します。そしてこのノイズの除去ですね、こちらにチェックを入れていただくと、これを使って、このレベルを調整、このバーで調節していただいて、画像に入ったノイズなどを除去することができるようです。ちょっと画質が悪いなという時には、このノイズの除去をやっていただくとよろしいかと思います。はい、続いてスピードを選択してみましょう。そうするとこのような表示が出てまいります。でまずマークを追加、こちらをクリックします。そうすると今再生しているところから、これだけ選択がされます。でこれでまず選択する範囲を選んでください。スピードを変える位置をこれ全部選択していただくと、こう動画全部というふうにすることもできますし、一部、それではですね、このじゃあ出待ち双葉の大福、これだけちょっとゆっくりにしたいと思いますので、このように特定の位置をこうゆっくりとか、スピード速くすることができます。じゃあこの位置ですね、ここを変えていきます。そしてスピード、こちらにチェックを入れて、右側に動かすとこのようにうさぎのマークが出てきて、早送り早回しになります。右に、左に合わせるとカタツムリのマークになって、ゆっくりの表示になります。スロー再生になります。で細かくこのように0.001ずつ設定を変えることができます。では 0.82 ぐらいにしましょうかね。このようにスピード調節を速くしたり遅くしたりすることができます。でそれは、ピンポイントで選択することが可能となっております。またリプレイにチェックを入れて、リプレイの回数2回とか、3回とかありますので、じゃあとりあえず2回選択しました。そうするとこの同じ部分を2回再生することができます。ではちょっとプレビューで確認をしてみましょうかね。そうすると ゆっくりの再生になっておりますね。そして最後まで行くと、また頭に戻ってリプレイがされました。続いてフリーズフレーム、じゃあ例えば今度は、この四角い市松模様のようなお庭のこの画像ですね、この部分で追加とやっていただくと、この部分で少しフリーズが入ります。でこのフリーズの部分なんですけれども、詳細な設定も可能となっております。こちらは、
デュレーションとありますけれども、今1秒間フリーズになってるんですが、この数字を選択してこの三角で3秒間フリーズさせるとかっていうふうに設定をすることもできるようになっております。続いてカラー、こちらをクリックしてカラーにチェックを入れていただくと、明るさ、コントラスト、サイド、温度、色合い、ビネットなど詳細なこの画質の設定をすることができます。デフォルトだと0のまんまなので、このようにちょっと暗いなと思うときは明るくしたり、コントラストをはっきりさせたりというふうな詳細な設定が可能となっております。またこの 3DLUT というこちらチェックを入れていただいて、この三角矢印からメニューを選んでいただくと、このメニューよく見ていただくと007シリーズとかバットマンとかクールフィルム、ダークフィルム、それからハリーポッターなんていうのがありますよね。ミッションインポッシブルとかあるんですけれども、例えばこのハリーポッターとやっていただくと、こうハリーポッターの映画のような画質にしてくれる機能がついております。このようにアクションカメラツール、こちらを選択していただきますと、画質の設定や手ブレ補正などができますので、後から撮影した動画を後から修復するのに非常に便利だと思います。エクスポートクリックしていただきますと、作成した動画、名前をつけて、任意の保存先に MP4 もしくは MOV で保存することが可能となっております。では今 MP4 で出力をしてみました。このように作成中という表示が出てまいりますので、こちらプレビューで進行状況なども分かりますので、完了するまでしばらくお待ちください。はい、出力が完了するとこのように動画保存されます。デフォルトですとドキュメントの中の、ワンダーシェア、フィモーラというフォルダーの中にアクションカムというフォルダーが作成されて、そちらに保存がされます。アクションカメラツール、手ブレ補正とか、スピードの調節、スロー再生、早回し再生、そして、画質の設定などができるようになって非常に便利だと思います。では一旦こちら×印で閉じます。×印押すとこのような注意書き出てまいりますが、 OK をクリックしてください。それではですね、コード編集モード、こちらの使い方は基本的な使い方についてはすでに解説をしているんですけれども、今回はピクチャーインピクチャー、それから分割画面について簡単に解説をしておきたいと思います。それではこれがコード編集モードの画面になるんですけれども、では先ほどと同じようにこの京都旅行という動画ですね、こちらを読み込んでみたいと思います。で一旦読み込んだら、ここへこのようにドラッグ&ドロップしていただくことで、タイムライン上にこのように動画の表示がされます。では、ここにピクチャーインピクチャーで画像をちょっと入れ込んでみたいと思います。ではここにうさぎさんの写真を入れてみましょう。このじゃあうさぎさんの写真ですね、これをまず読み込んでいただいて、でこの画像をこの下のこちらですね、ここに読み込みます。ではこの辺に読み込んでみましょうかね。そうすると右上のプレビュー画面にこう一番大きく画像が表示されますので、この丸いところにカーソルを合わせていただくとサイズの調整がマウスでできますので、じゃあ例えばこの左下にカーソル合わせてビヨーンとこう動かしていただくと、このように
小さくなりました。でこの十字のカーソルキーのまんま好きな位置に持ってくることができます。左下にちょっと持ってきました。でこのうさぎさんを表示させている時間はこのタイムライン上のこのカーソルですね、このマークでこう長さを合わせてあげると、じゃあこのお庭の画像までにしましょうかね。ここまで、ここまでを、はい、ここにうさぎさんが表示されているというふうにすることができました。そしてこのこちらのメニューですね、高度な編集、こちらをクリックしていただくと、このようにピクチャーインピクチャーのこの写真のフレームを選ぶことができます。じゃあ例えばこの雲のようなマーク、ダブルクリックしていただくと、このピクチャーインピクチャーで入れた画像がこのように雲のような表示で切り取られて表示がされております。 OK をクリックすると確定します。はい、そうするとこのように、ちょっと分かりづらいですかね、バックが黒いと分かりやすいですね。このように雲のように切り取ってうさぎさんの写真を入れ込むことができました。これがピクチャーインピクチャーになります。ではこの後ろの部分に、それでは今度は分割表示の画面を追加したいと思います。分割表示、こちらをクリックします。そうすると、どのような分割をするか選ぶことができます。2分割でもいくつか種類があったりとか、3分割とか4分割、6分割までありますかね。このように分割の種類が選べます。では今回この斜めの2分割を選択してみましょう。こちらをクリックします。そうするとプレビュー画面がこのように表示されますので、よろしければこのプラスのマーククリックしていただいても追加されますし、このまんまドンとこのタイムライン上の一番上の部分ですね、こちらにドラッグ&ドロップしていただくと追加がされます。で選択されるとこのような表示が出てきまして、ドロップゾーン1、ドロップゾーン2とあります。1、2、それぞれどの写真、どの動画を、入れ込むかということになります。では1はこの同じくうさぎさんの写真ですね、ドラッグ&ドロップで挿入ができます。で今こちらに表示されたんですけど、ちょっと顔が切れちゃってるので、このようにマウスでピョッと引っ張っていただくといい位置に調節ができます。ではもう一つの写真は、こちらの鹿の写真にしましょうかね。奈良の鹿の写真、これをドラッグ&ドロップで2ドロップゾーンへ持ってきます。はい、そうするとこのように鹿の写真が追加されました。これで、うさぎと鹿の2画面の画像が作成されました。で、枠の色、枠の色をじゃあ例えばオレンジとやってみると、このようにオレンジ色の枠、ちょっと見えづらいですかね、真ん中の線の部分にオレンジ色の線が入っております。 OK をクリックすると確定されます。また長さの調節もこれでタイムラインの、ところマウスで設定していただいて、好きなように長さの調節もできました。ピクチャーインピクチャーと分割画面は以前の解説であまり触れておりませんでしたので、今回は、簡単にピクチャーインピクチャーと分割画面についてご案内をさせていただきました。以前も解説はしているんですけれども、ファイルをクリックして、名前をつけてプロジェクトファイルを保存とやっていただくと、ワンダーシェアフィモーラというフォルダの中のプロジェクツというフォルダの中に、.wve という形式のファイルで、また修正可能なこのフィモーラで開くことのできるファイルとして保存しておくことができますので、この
名前をつけてプロジェクトファイルを保存、これはしておくことをお勧めいたします。またですね、この作成、こちらをクリックしていただきますと、このように出力することが可能となっております。 WMV、MP4、AVI などさまざまな形式の動画ファイル、また MP3 といった音楽ファイルでの出力も可能となっております。名前をつけて任意のフォルダーに、じゃあ例えばさっきデスクトップに、テストというフォルダを作りましたけれども、ここに保存というふうにして、MP4 で動画を保存することもできますし、できればこちらの一旦保存をすることをお勧めしておりますが、このままこの YouTube というのを選択していただくと、このまま YouTube にアップロードすることも可能となっております。今回はフィモーラの新しい機能について重点的に解説をしてまいりました。超高速動画カッター、こちらは確かに編集時間も早いと思います。動画のカットだけでしたらばこちらもおすすめです。またこのアクションカメラツール、こちらを使用していただくと、動画の画質を変えたりとか、これまでは難しかった手ブレ補正、またノイズ補正なんかもできますので、非常に便利になったと思います。感覚的に使える便利な動画編集ソフトフィモーラ、新しくなりましたので、この機会にぜひお試しになってみてください。それでは以上となります。最後までありがとうございました。